堺流バラハラ、かっこよすぎだろ。個人的にこういう化け物じみた見た目、オストガルアみたいなね、このぐにゃぐにゃしててね、なんだかわけのわからないモンスター、まさにモンスターみたいな、こういったモンスターが大好物でござるよ。さあ、ゲームフェスにおいてモンスターハンターワイルズの新情報がね、新 PV が届いたんで、そちらの方いろいろとご紹介したいところがござるよ。バラハラ、砂地に生息する海流種、柔軟に曲がる体で流砂を形成し罠として利用する、別名砂海流、主な生息地隔ての砂原。というわけで、ここで一個注目しておきたいのが海流種という点でござるよ。過去ワールドぐらいからね、もうずっと言われている、そう、海流種といえばラギアクルスの話がされている。で、バラハラ自体のモーションは後ほど PV もちらっと見ようかなと思うんだけども、めちゃくちゃ凄まじく凝っている。バラハラ自体の基本的な動きっていうのは、ライズに出てきたオロミドロと同じモーションが基本になってるっぽいんだけど、ぶっちゃけパッと見ただけだと同じには見えないぐらいモーションが追加されてるでござるね。で、しかも群れを成してくるという。さて、 PV でのバラハラの活躍を見てみよう。とりあえず見た目の異質さもあるんだけども、数が多すぎるやばすぎだろ。今までのモンスターハンターでハンターたちが暮らしている自然と比べても明らかに金属値やばすぎるだろこれ実際多分ね、モンスターハンターワイルドのシステム的に数が多いというよりも、前回の PV でモンスターの数がね多いことが示唆されていたんで、この金属値が、ある意味異常なんだと思うでござるよ。そして数が増えてモーションも増えてるんだけど、そのモーションの細やかさも今回の PV でよく出てるでござるね。この絡みつくというモーションでござるな。今までもね、それっぽい動きっていうのはあったけども、今回はそれを多用してくるよと。このバラハラがめちゃくちゃ特殊なのか、他のモンスターたちもこういった行動を取ってくるか分かんないんだけど、かなり多分前回も少しお話しした環境におけるモンスターの生態っていうのがモーションにしっかり反映されてるっぽいね。このシーンもそう、まるで PV みたいに見えるけども、このバラハラの生態である流砂を起こしてハンターを、獲物を罠に引っ掛けて、そして襲っているシーンなんだけど、流砂の規模が今までの比じゃないよね。ちょっと足を取られるさ、なんていうの、ドロドロとした粘液とか、そんなレベルではなくて、おそらくこの規模の流砂を起こすんだろうね。そしてそこに落ちたハンターをこうやって流砂の中から飛びかかって襲いかかるっていうね。もうこの PV 見るだけで相当モンスターのね、モーションこだわってることがわかるんですよ。そしておそらく縄張り争いだと思うんだけども、これ完全にモンスターに絡みついてしまっている。他のシーンでも複数のモンスター、群れをなすモンスターっていうのが、他のね、大型モンスターを襲っているシーンってのは出てきたけども、これ見てよ、これこんな絡みついてしまっているんだけども、他のモンスターに対してもこれできるんかい。リオレウスみたいなタイプに対してはまた違った巻きつき方になると思うんだけど、これできるんかい。そしてもう一匹の新モンスター、こいつ気になるよね。この瞬間見た時に、お、ブラキディオスかと思ったんだよね。で、この瞬間見た時にはジンオウガかなって思ったんだよね。そしてこの瞬間に、いや、これシャガルマガラだなと思ったんでござるよ。でも X でつぶやいた後にね、よくよく観察して分かったんだけど、シャガルマガラって6本腕なんだよね。古竜って4本足プラス、翼に進化した腕の6本腕、6本足っていうのが、定義の一つになってるんだけども、こいつね、ちょっと分かりにくいんだけど、多分ね、翼を入れても足と翼で、計4本しかないんでござるよ。すなわち言ってしまえば古竜種かなって思ったら飛竜種なんだよね。
でもシャガルマガラは六本足なんだよね。え、じゃあこいつ一体何なのっていうね。まあもしかしたら頭部が異様に似てて、まああの立ち姿とか構え、立ち姿とか構えがめっちゃシャガルマガラっぽい、完全に別種の可能性もあるんだけど。そして今回の PV ではもう一個ね、めちゃくちゃ、まあ、PV というかね、あのモンハンの枠ではね、もう一個大きい目玉情報がありましたね。それが完全なクロスプラットフォーム対応宣言ということになってるでござるよ。モンスターハンターワイルズはパソコン版、まあ、スチーム版だね。それがプレイステーション5、Xbox 版がもう発売予定ということになっているんだけども、皆様待望していたクロスプラットフォームが可能になりましたよということなので、どのゲーム機、まあ、パソコンで遊んでもみんなで一緒に遊ぶことができると。ただし、クロスプレイはできるんだけども、これもたまにちょいちょいコメントにあったクロスセーブ。まあ、要はプレイステーション5で遊んでて、で、スチーム版に移った時にプレステ5のゲームデータで遊ぶっていうのは非対応。ただまあ普通に遊んでる人にとっては、まあクロスプラットフォームになったのはまあ悪くないね。いい感じ、いい感じって言うんだけど、これね、あのモンスターハンターの盛り上がりから考えると結構すごいことなんですよ。まあ過去作においても、スチーム版と、まあスイッチ版であったり、プレイステーション版が、少し前後して発売されてたりしたんだよね。まあそれによって、まあ、トップクラスに盛り上がるタイミングっていうのが少しずれたと。まあ、トレンドに乗ってる時間なんかはね、少し長くなると思うんだけども、今回、ワイルズに関しては、少なくとも今発表されている PC、プレステ、Xbox のユーザーが、同時に、しかも、クロスプレイも可能な状態で、始まるということなんで、多分盛り上がり方としては、過去一番になるんではないかなと予想してるでござるね。例えばね、合計100万人がプレイしようと思った時に、今まではね、例えば30万人と40万人みたいな分かれ方をして、まあ同じゲームなんだけどもタイミングが若干ずれたり、あと仕様がほんのちょっと違ったりしてね、それぞれの界隈で、まあ、盛り上がっててたまに混ざるみたいだったんだけども、今回はもう全員一緒に盛り上がることができると。で、個人的にはこれはあくまで想像なんだけど、任天堂スイッチの後継機が2025年頃に発表されるって言ってたんだっけっていう話だったよね。なんで、まあ多分、ワイルズの発売と同時にはちょっと難しいかもしれないけど、後から参戦するんじゃないんですか、スイッチの後継機も。もうそうなってくると、全世界総モンスターハンター時代に突入することになるね。まあスイッチ後継機のモンハンワイルズが出たとしても、またそのプラットフォームがどうなるか分かんないけどね、クロスプラットフォームできるか分からないけども、もしできるとしたらモンスターハンターは一つ歴史を塗り替えることになるね。今までね、任天堂系とプレステ系みたいな形で、PSP 系とかみたいな形で、もう分かれてて、で、まあ、やっぱりたくさんいたわけですよ。どっちかしか持ってないっていう人は。で、ワールドが出た時も、任天堂スイッチ、まあ、任天堂ハードで遊んでた人たちはできなかったし、で、プレイステーションは持ってたけども、スイッチを持ってなかった人たちは、ライズをできなかったし、っていうことがなくなる。これはすごいことだよ。そう、のクロスプラットフォームが実現していなかった時代ですら、モンスターハンターこれだけ盛り上がってたからね。いや、すごいことなんじゃないですか。何よりも、ワイルズ以降の作品もおそらくそうなってくる。どのプラットフォームでも遊べるように開発していくだろうなっていうのが、最高に未来があるよね。というわけで、で、あとね、次回の新情報は8月。またゲームフェスって言ってたかな。で、発表ということなんで、もう8月になってくると、4ヶ月後には、あれじゃないですか、2025年に突入するわけじゃないですか。そう考えると、もう、そろそろ、メインモンスターや、細かい仕様なんかが出てくるんじゃないかな。まあ、1、2、3月発売ということであれば、
下手すると2024年内には体験版等々で若干触れると個人的には期待してるんでね。てなわけで皆さん楽しみにしておこう。多分8月まで何も他に情報がないってことはないかなと。インタビュー記事とかはね出てくると思うんで、もし見つけ次第また共有していきたいと思います。集会所来るやろ。モンスターハンターワールドで16人で、スイッチに関してはね4人に戻ってしまったけども、これだけクロスプラットフォームするんであれば逆に16人どころではないのでは。32人とか、なんだったらワンサーバーとかでね100人とかね、まあ、仮に行ける人数はそうでなかったとしても、モンスターハンターフロンティアが蘇っちゃいますかね。それでは TU。 前回の PV を見た後に、あれこれ動画でも言ったっけ、前回の PV の中でハンターに禁足地を任命しているおっちゃんがいたよね。ロン毛のねヒゲ生やしたおっちゃんで、彼が過去作に出てきたヒットランサーとそっくりであると。で、まあまあまあ、フォートの関連性から、まず間違いないだろうっていう話が出てるんだけども、そのヒットランサーを調べた時に、あの人って、ゴアマガラの研究を行ってるんだよね。もともとはゴアマガラの謎を追っていたんだけども、その事件が終わった後も、ゴアマガラの研究を続けていたんでござるよ。その人からあえて、禁足地に、ハンターを任命しているのであれば、先ほどの PV に出てきたあのシャガルマガラに頭部が似ているけども、腕が足が4本にしか見えない電撃を放つ謎の竜、あれがねマガラ種と関係ないっていうのもちょっと違和感を感じたんでござるな。ただは今回このモンスターがメインモンスターかどうかは言及されてないんだけども、ここまでしっかりとしたモンスターでこのタイミングで出てきて逆にメインモンスターじゃないっていうのもなんか不思議な感じもするしね。おそらくだけどもこの砂原にはね雷が落ちる天候が存在するんだけども、それとも関連してそうな強力な雷っていうのを自分の体から発してるっていうよりも周りから集めてるような、そんなモーションに見えるよね。通してみるとこんな感じ。周りに雷がね巻き起こってるんでござるよ。なんでこの砂原の天候に関してもこの謎の竜が関係している。まあ簡単に言えばこの砂原の主みたいなポジションなのかな。今回ねオープンワールドとは言ってもおそらく砂原以外にも他のマップがあるだろうってことなんで、で、そこにはね、当然、自然災害たるものがあって、で、その自然災害といえば、古竜の存在なんだよね。でも、もし、足が6本ではない、シャガルマガラには似ているけども、古竜ではない存在なのだとしたら、自然災害には携わってるかもしれないけども、古竜ではない、飛竜種。なんかね、この辺を思い出すと、あいつを思い出すよね。ライズのメインモンスター、マガイ・マガド。てっきり古竜になったりするのかなと思ったけども、そんなこともなく、通常のモンスターとして、で、最終的には、古竜に挑んだよね。で、サンブレイクにおいても、ジンオーガが、まあハンターと一緒ではあるけども大古竜たる乱竜天妻ガツチにリベンジを果たしてるんでござるよ。ちょっとだから古竜とまあ通常モンスターとは言ってもね、マガイマガドやジンオカみたいな強力なモンスターの力関係っていうのも変わってきてるのかなと。ん?故にまあちょっとね、あの謎の竜はマジで謎なんで全然関係ないかもしれないけども、また古竜や普通のモンスターとはまたなんか一線を画した新しい存在とかなんじゃないの?まあでもなんとなくね、イメージできるものとして、
モンスターハンターワールド、それからライズにおいて、まあ古竜は当然特別な存在ではあったんだけども、あのいわゆる古竜級生物って言われるね、ラージャンみたいな存在であったり、それから主だよね、主であったりで、古竜の中でも歴戦王みたいな形である一定の危険度を持っているモンスターっていうのは、もう全て古竜に定義するっていうのがモンハン界の、まあ、あの歴史ではあったんだけども、モンスターハンターワールドアイスボーンにおいてはもうその古竜の完全なる上位的な存在、ミラボレアスが登場して討伐されてるんだよね。で、まあ、ミラボレアスと、じゃあ普通のクシャルダーラを比べたら、まあ、どっちが強いかというと、やっぱりミラボレアス、まあ、あとはアルバトリオンとかもそうだよね。そういった生物なんでござるよ。で、さらに、百竜夜行であったり、それから恐竜ウイルスであったり、みたいな、古竜とはまた違ってるけども、非常に強力な災害っていうものも起きてるんだよね。なんで若干その古竜イコールもうなんかこの世の最強のモンスター、最悪みたいなポジションと比べると、この調査隊の研究によってね、ハンター協会の研究によってパワーバランスが変わってきてるのかもしれないね。で、実際にモンスターたち、生き物たちの方に関してもパワーバランスが変わってきてるのかもしんないね。なんで、あの謎のモンスターが一体何者なのかと言われると、まあぶっちゃけ全然わからないし、この話も全然的外れだとは思うんだけども、古竜でもなく、で、まあ当たり前のようにね、暮らしている通常のモンスターとも違う、いわゆる超強力な生物っていうポジションなんじゃないかな。まあ要はね、強くなったリオレウスとかね、そういう感じだよね、きっとね。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。